おととい来てくれた皆さんありがとうございました。もうなんかでも21歳はあなんかこれが大人になるっていうことなんだっていう出来事が結構多かったかもしれない。あ、子供では子供の時とはなんだろう味わえないことがなんかこれなんだみたいなそういう経験をするのが多かった。年だったかもなーってった1年だったかも。21はやばいよ。あと2分で22歳です。4月からはもう学生年齢でもないからね大人。いや本当そうですよね、思います。大人だなって思う自分。やばい、あの携帯でも TikTok ライブ配信やめやしてるから気づかないかも。自分が誕生日だ、誕生日30日になった瞬間、え、誕生日なのにらやばくない？マジで。なんか毎年さこの誕生日30日になる瞬間ショールームしてるよね。なんか私誕生日に人に会ってなんか普通に直接会ってお祝いされた試しがないんだけど。え、待って、誕生日になった、やばやば、おめでとうリラさん、リラさんおめでとう。気づいた、え、気づいたら30日、びっくり、おめでとう自分。30日、0時になった瞬間全然見てなかった、やば、おめでとうリラさんわ、サクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、お誕生日タワーかな、ありがとう。ランディも22歳になりました。22になったよ今。そうだ、ゆうちゃんもお誕生日おめでとう。やば、誕生日ですって。22になりました、宮里です。でもやっぱり誕生日感ゼロ誕生日感が1ミリもないね。22です。22は、なんだろう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 、
なんだろう。そう、私電話番号登録しないから、誰だろう、誰ですか、私に電話してきた人教えてください。怖い、誰だろう。 なんかいつもネットで調べて、この電話番号誰のだろうってネットで調べて取ってる。そうそうそう、知り合いならね、だいたい LINE じゃないですか。チェロかよ。22歳になりました。やばーい、22ってやばいなー。いや、ほんとカウントダウンお祝いしてくれたみんなありがとう。22歳のリラさんもどうぞよろしくお願いします。マジで誰だろう080。 誰だろうリラ。もうここ最近人に電話番号を教えた記憶がないんだけど、誰だろうマジで。おめでとう LINE は一発目は友達でした。で、次が多分鈴鹿だった。12時ぴったしに来ました。バーバーからも今おめでとう来た。親はさすがに連絡先登録してます。誰だろう。ああ、分かった、誰か。いや、でも私本当になんか友達いなすぎて、友達いなすぎてっていうか、その人ともう LINE がとにかく苦手なんですよ私。人と LINE するのが。だからその特にその日常的にさ、 LINE をする友達もあんまりいないんで、そう、おめでとう LINE っていうの？おめでとうみたいな LINE とかってなんか毎年あんまり届いたりすることないんですけど、なんか12時に届くとやっぱり嬉しいですね。ありがとうって感じ。すみなさん。でも12時に来るって本当嬉しいね。
いやー、22歳、22歳はもう どんな1年になるのも分かんない。自分でも正直分かんないんですけど、どんな1年になるか。22歳はとりあえずもうなんか頑張ります。22は頑張るしかないよね。22は優ちゃんにもおめでとうって送んなきゃ。でもね、優ちゃんとはもう多分すぐ会いますね。二人でお誕生日お祝いしようっつって、すぐ会う。すぐ会います。ウニさんも起きてきたよ。ああ、始まった。始まりました。うちの番犬が。ウニさん落ち着いて。ウニさん ウニの誕生日は分かるよ。ウニの誕生日は10月だね。めっちゃ荒ぶってる。おい、何、君もお祝いしてくれてるの。よいしょ。兄さんおはよう。ペレットです。うちの相棒うちの相棒くんです。にゃー。あ、こっちにも TikTok 側にもね。はい、眠いね。はい、おはよう。ウニって言いますね。ウニさん、かわいいでしょ。うちのウニくん、男の子なのね。ウニさん、へっきゃやあ。この子ね、顎を触るとすぐあくびするんですよ。ほら、ユニさん、嫌がってきた。はいね、もう最近なんかもう一匹欲しくて、もう一匹買おうが迷ってるね。ユニさん、フレット
と散歩させてる人すごくない？あ、野生じゃないよ、ちゃんと野生じゃない、野生じゃない。え、そう、ウニさんもさ、友達がいたら嬉しいかな。あー、やばいやばい。まあいいや、友達がいたら嬉しいかなと思って、最近ウニさんの友達を買おうか悩んでます。でもウニってマジで凶暴で、ウニみたいな人が2匹もいたら多分大変なんだよね。大丈夫かな。ほら、もうなんか変なことしてる。もう よくない音が聞こえる。うわ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 。喧嘩しない？喧嘩はどうだろう。まあ相性もあるよね。でもウニさんは結構人懐っこいから。ああ、喜んでる喜んでる。何？うん、どうしたの、どうしたの、楽しいの、楽しいの、楽しいの、アリさん。すごい、クッククック言ってるとね、楽しい、楽しいっていう証拠なんですけど、めっちゃクッククック言ってる。ウニバック、それリラのバック、それリラのバック、リラのバック、ダメ、やめて、バック踏んづけないで。余裕でかじるし、もうマジでこの凶暴なんですよ。でももうこれ凶暴のこれで慣れてるから、もうなんか2匹いてもなんか大して困んなそう。別に聞こえる、クッククック泣いてんの。フェルトって泣かないんですよ。泣かないけどその本当に楽しい時だけにクッククックク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 言うの。確かに掃除は2倍かも。ウニさんはオスだね。ウニさんはオスです。ウニー、ウニー、ウニーって言っても来ないんですけど。まあね、22歳は本当になんかもうちょっともう
なんだろう、模索しながら生きていきます。頑張るので22歳のランリーもぜひ見守ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私はもうおねむちゃんなんでちょっとこの辺でね終わります。また明日やるね。また明日やります。明日はお誕生日を、お誕生日の日ということでオンラインお話し会をやる予定ですので、ぜひぜひ皆さんおめでとう言いに来てください。まだね枠が余っておりますんで、おめでとうって言って、まあもう嫌な音がする、大丈夫かしら。じゃあ TikTok ライブから先終わろう。ありがとう、バイバーイ、またねー。